はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。先日ですね、動画にですねこんなコメントがありました。動画内容ほとんど関係ないけど、石津ティアラメンツって戦争がいるプラス墓地壊しできるから、合心竜手前様子デッキ組めると思うんですよ。強いとかは置いといて。確かに。というわけで組んできました。今回は石津ティアラメンツデッキに見せかけた合心竜手前様子デッキです。このモンスターどういうモンスターかと言いますと、まずですね、召喚条件バカむずくて、伝説の騎士ティマイオス、伝説の騎士クリティス、伝説の騎士ヘルモス、これらのモンスターをディフェートに送った場合のみ特殊召喚できるよという意味わからん召喚条件になっているんですね。はい。で、効果はこの結構強くて、このカードは他のカードの方が受けないという効果と、こいつが戦闘からダメージ計算時に、こいつの打点がフィールドのモンスターの一番高い攻撃力と同じになるよという効果と、あと、戦闘で破壊された時に手札デッキ墓地から伝説の騎士を特殊召喚できるよという効果がありますと。はい。で、一応ね、原作ではこいつ攻撃力無限だったんですけども、まあ一応この2番の効果を使って、まあ、攻撃力は実質無限みたいなことを、まあ、一応ね再現しているというモンスターになってまして、で、レジェンド・オブ・ハートっていうカードの効果で基本的にはその伝説の騎士3体を出していくことになるんですよ。でこいつのね発動条件がまあむずいんですね。2000ライフを払って自分のフィールドの戦作モンスター1体をリリースして発動できると。で自分の手札墓地の伝説の竜魔法トラップカード、魔法カードを3種類除外して伝説の騎士を出せると。で伝説の竜魔法カードが何かっていうと、いわゆるね、これやね、ティマイオスのマナコ、それから、クリティウスの牙、そしてヘレモスの爪と、この3枚を墓地から除外してあげて、そうすると、伝説の騎士が出せますよ。でその3体を、使うと合心竜手前様子が出ますよと、まあ、そういう感じになってます、出し方は。で、ティアラメンツって、なんか、ものすごい墓地を肥やす能力に長けてるんですね。キトカロスからのメールとか、あとサリークとか、スクリームとかもあるから。で、さらにそこにパンクギミックを足して、両方とも組み合わせた場合、芝刈りしなくても、デッキの上から、なんかカード20枚以上送れるんですよ。めっちゃ強いじゃないですか。このギミックで墓地にカードを叩き落としまくて、まあもちろんティアラメンツブームもするんですけど、ティアラメンツブームをしながらこの合心竜手前様子を爆誕させていく、こういうデッキでございます。はい、早速やっていきましょう。絆の力見せていきます。デュエルスタンバイ。見せてやるぜ、ティアラメンツに見せかけた究極の力ってやつをな。まずはノーパンクセアミの召喚、セアミンのモンスター効果、デッキからパンクモンスター 1枚を手札に加えることができる。そしてフォクシーチューンの効果発動。ちなみに今お知らせする衝撃の真実なんですけども、このデッキ60枚デッキとなっておりますが、ありえない量のゴミが入ってましてコンボを成立させるためになんかデッキの中に20枚くらいゴミが入ってるから手札にゴミが溜まりやすいということだけ言っておこう。そして、いつものカオスルーラーとパンクのムーブをすることによって圧倒的墓地暮らしをしていく。まず、カオスルーラーの効果で5枚墓地を増やし、さらにはいはい、メール落ちたのなかなかいいですね。はい、なるほど。ここからティアラメンツ展開をすることによってさらに墓地を肥やそうという魂胆さ。血ばかりをしなくてもこのデッキなんか20枚くらい墓地を肥やせることとなっております。はい、まあ、そんだけ肥やしたらなんかいけるんじゃねという非常に安直な発想で、対戦動画をお届けしておりますがご了承ください。さあ、レイノハートを特殊召喚し、レイノハートを墓地の送り、そしてメイルの効果、メイルと自分の墓地のレイノハートを墓地のデッキに返すことによって、キトカロスちゃんを特殊召喚、そして、キトカロスのモンスター効果を発動。このキトカロスとかいうモンスターさっさと禁止になると思ってるんですけど、いつ禁止になるんですかね。まあとりあえず、ジ・アンデッド・ヴァンパイアを特殊召喚し、特殊召喚、いやこれ後でいいか、さっきキトカロスだな。キトカロスの効果を発動、キトカロス自身を墓地に送ることによって命令を特殊召喚、これによりさらに8枚の墓地壊しが可能。
圧倒的墓地を壊す能力。うわあ、ちなみになんですけども、石津ギミック起動す、これで落ちた場合に、ね、アギドと受けるべきか、落ちた場合は相手がティアラメンツでは絶対にないと確信を持てる時だけ発動してください、効果を。さあ今のところ盤面が普通のティアラメンツだ。なんだよこいつ、ただのティアラメンツデッキ紹介してんじゃねえかと思う方、ブラウザーバックをもう少しお待ちください。手札の真ん中にあるカードやばいカードだって分かってるだろ。ちょっとブラウザーバックは少々お待ちください。じゃティアラメンツシェイレーンを1枚手札に加えていきましょう。さあもう無限に強いモンスターをね爆誕させていくべきだと思ってるんで、まあ、とりあえずキトカロスちゃんとね一緒に融合しまして、ルル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 ル、ティアラメンツ3分クッキングのお時間です。これふざけてること言ってるの、墓地確認がちょっとおろそかになって、最終的に時間が足りないっていうことがめちゃくちゃ起きるので、このデッキ何ですかこれ、アダマシアさんですね、アダマシアさん OK で、モンスター特殊召喚しますよ。あー、レベル4落ちてる、レベル4落ちてるのでかいですね。相手の墓地は暴発しても大丈夫なので、このパターンの時やったらなんかアギドケルベクは暴発しても大丈夫っていうことになる一応ね。はい、で今何落ちてんだ、ティマイオスヘルモスある、ティマイオスヘルモスある、クリティウスがある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 、全部ある、もう全部あんじゃん、神ゲーなんだよ。相手今頃恐れ思えてるだろうな、多分俺の墓地見てこいつ何してんだよっていう、何のデッキだよこれってなってんだろう多分。さあティアラメンツシェイレーンのモンスター効果を発動するぜ。ティアラメンツシェイレーンは、手札のモンスターをぶん投げることによって自身を特殊召喚できる過去レベル4モンスター超最強、いいぞ。そしてですね、これとりあえず一旦エルフ効果使ってバロネス出しに行きますか。デクレラーディバイナーを特殊召喚させてもらうぜ。そしてディバイナーのモンスター効果を発動、ちょっとあんまりデッキ見れてないんだけどさ、レベル4まで残ってるよね。あー、オッケー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 、いいんじゃないですか、非常にディモールといいですよ、ディモールといい。はい、でこうして、はい、ほんであやべミスった、ちょっと盤面が1個多いな。ちょっと待ってくれ、レイのハート戦術とかだから別にレジェンドオブハートは打てんだけども、やばい、ちょっと待ってこれどかさないと。ちょっとほんまにわけわかんないことしないといけ、ルルカロスちょっと待って、クソ強引に行くわ、ちょマジでクソ強引に行くわ、こうしてで、ですねちょっと少々待ってください、やばいって、これどうやって戦術速いったでしょ、ちょっと待って、やりすぎた、ちょっとやばい、ここか、これとこれだな、ちょっと待ってですね、モンスター、ちょっと待って、モンスターゾーン開けとかないといけないの忘れてた、完全にやばすぎる、やばい、なんとかして戦術速を一体にするために、すごいぐちゃ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 ってなってほしいな、今ぐちゃ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 ってなってます。ぐちゃぐちゃってなりました。で、強炎の剣士かっこ戦術速を特殊召喚してレジェンドオブハートを発動、自分の墓地に存在する伝説の竜のカードゲームから除外していく、さあお遊戯会を開始するぜ、現れよ伝説の三騎士たち、そして伝説の三騎士たちの魂を墓地送り、俺たちの絆を合わせた力が今新たな未来を開く、無限を超える力を得よ、合心流ディバイオス、やばいです時間が。ちょっとほんまにやばい、危ない。ほんとにねこれね、ちょっとでもねなんかもたつくとね時間なくなるっていうね、ガチでやばいデッキなんですよねこのデッキ。はい、
操作量がえげつないんで、まあ、デフォルトで30分ぐらいになります。はい、デフォ30分ぐらい、デフォでね。頭しやん。もう分析感とかもうなんかぶち壊してたよこれ。ティアラメンツルルカのその効果を発動するぜ。ティアラメンツルルカのそのやっべ、あ、まあ、でもエルフいるから大丈夫か。エルフいるからサリークも起動できるわな。ちょっとルルカロスには死んでいただくしかないかもしれん。あ、いや、ちげえわ。今蘇生しなきゃ。やべ、ちょっと時間なさすぎて、ちょっといい感じでやばい。この気だ。ちょっと待って、今蘇生せな。今蘇生せな。ミスタ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 。いや、なんとかなる、これで。なんとかしろ。なんとかしろ。あー、まあ、でもケルド落ちたのは強いが、ケルド、まあ、でもサリークがあるから、まだなんとかなるね。もう一妨害構えられてはいる、一応。なんとかしてくれ。ミスタ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 。ちょ、ほんまにあと20秒しかないから。ちょ、さ、もう本当に、時間なさすぎんだって、このゲーム。俺、結構、そこそこ早めにブリンクしますからね、これ今。ふざけんなよ。これ300秒で、時間300秒にしろって言ったユーザー、誰、マジで。ぶん殴りで言ってやるからちょっと名前教えろコナミ。ではティアラメンツマジで300秒で回せるわけないんだよな。まあ、今回ちょっと、まあ、独特なティアラメンツなんで、ティアラメンツというか、まあ、ティアラメンツに極力見せかけた合心流手前寄せてきちゃうんですけどね。普通に現代遊戯を300秒で回しきれるわけねえんだよな、マジで。マジで300秒とか頭おかしいだろ。さあアルティメット最強モンスターでぶん殴ってやるぜ、てめえの顔面をな。今からどうしよう。これカレイドハート出せてるからガレイドハートでいいか。カレイドハート強そうだしな。サリークの情報だな。カレイドハートの効果、あ、カレイドハート特殊召喚、レイのハートを巻き込んでいっぱい融合すればいいんだな。うおートウカレイディングハート融合召喚、特殊召喚成功時効果発動。カレッドハートは特殊召喚成功した場合、相手のフィットのカード1枚を対象に取り、そのカードをデッキバンス、トゥオアはい、バトル、ティマイオスはぶん殴る場合、攻撃力がアップするで、うおージャスティスソーのうおージャスティスソーの一個言っていいですか、これガッシーン流ティマイオスいります。このなんかティアラメンツの墓地壊し能力えげつないか、中盤からきつい。いや先行しかったこれ。墓地壊し能力半端じゃないんで、ティアラメンツとパンク合わせると。だからなんかティアラメンツからのお前誰やでん選手権できそう。そんな気がするね。リロードだてめえ、クソデッキの匂いがプンプンするぞ。ラビリンス、あ、ラビリンスだったわ。リロード入ってんの今のラビリンスって。どういうことですか。あー、それあれですよね、なんかま、処刑にマキラ効果ですよね。トラップカード発動機みたいな。チェーンマテリアル、ダニチェーンマテリアルだぞ。おー、なんかヤバそうな動きしてるぞこいつ。デスドルド、なるほど、わからん。あ、なやばい、え、これエンシェントフェアリーじゃね。やばい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 んじゃないのこれ。あれこれ何持ってくんのこれ。マテリアルゲート発動しましたけどな、あの人。あっ、やばい、なんか超高速で激ヤバコンボ回してるこの人。やばいことしてる。沼っちのドラゴン、なるほど、沼っちのドラゴンで地属性。やばいことしようとしないか。やばいことしようとしないか。やばいぞこれ。デッキのカードを全て融合スターにできる最後の僕マテリアルゲートってやつなんだが、何エレクシーラだと。エレクシーラ、はーい、やばい匂いがするぞ。エレクシーラ、エレクシーラやばいんじゃないか。一体何をしようと言うんだ。ですよねですよね。2回目来たー。はい、これで3回目来たー。
これもしかしてエンシェントフェアリードラゴン来たから成功率が上がってます。僕もやった方がいいですかこれ。